長井元8月13日から1966年9月19日は日本の政治家、弁護士。三重県伊南郡海海町出身。戦前の大日本帝国の帝国議会の民政党衆議院議員。戦後の日本進歩党、改新党、日本民主党、自由民主党の衆議院議員。三重市藩学校を卒業した。 三重県内の尋常小学校の教員を経て法律を学ぶため1923年明治大学法学部法律学科を卒業した高等文化試験をパスした衆議院議員に初当選する前のキャリアとして弁護士松阪市会議員三重県会議員第33代30県会副議長を務めた1936年の 第19回衆議院議員総選挙に民政党の公認で初当選をした。初当選時は42歳だった。戦前の大日本帝国時代の帝国議会で3回当選。戦前は民政党の筆頭総務となり、1942年の翌山選挙には非推薦候補として当選した。 戦後初の1946年の第22回衆議院議員総選挙で、日本新保党から4回目の当選を果たして、第1次、吉田内閣の組閣にて、文部大臣として入閣するところを、マッカーサージ EHQ の資格審査にかかり、公職追放となった。1951年に、公職追放解除になると国政に復帰し、改新党の重鎮として活躍した。 通算6回当選。1966年9月19日死去。去年72。ありがとうございます。